全六文化13年頃とは、江戸時代後期の船乗りである。ロシア帝国に漂着して、ロシアに帰化し、日本語の通訳となった。また、確実な記録に残っている中では、デンマーク、グレートブリテン島、カナリア諸島、ブラジル、ポリネシアを訪れた最初の日本人の一人である。セントポール島の風景全6は、明和6年。 仙台半領道の区国を鹿軍石巻に生まれた。完成五年十一月二十七日、全六は若宮丸の乗組員として石巻から江戸に向かった。若宮丸は石巻を出た後、透明浦に寄港し、ここで順風を得て十一月二十九日に透明浦を出版した。若宮丸は順調に南下したが、塩屋崎沖で南西からの強風に遭遇したために、 広の沖で下白した。12月1日になっても南からの風は止まなかったため、一行は石巻に引き返すことも考えたが、翌12月2日に風向きが変わったため、若宮丸は再び江戸に向けて出版した。しかし、再び潮屋先沖に差し掛かったあたりで暴風雨に遭遇し、若宮丸の火事は破損、船のコントロールが効かなくなった。その後、 一行は7ヶ月の漂流の末に完成6年5月10日の朝にアリューシャン列島東部の島に漂着した。島では先住民のアリュート人に助けられたが6月8日に先導の兵兵が病死した。6月12日、15人はアリュート人の案内でロシア人のもとに案内された。それからの11ヶ月間はロシア人の家で暮らした後、 本土に帰る、ロシア人と共に島を離れ、プリビロフ諸島のセントポール島、アムチトカ島を経て完成7年6月27日に、オホーツクに着いた。ここで生き残った若宮丸漂流民15人は、くじ引きで3体に分けられ、全6は、達造、義兵と共に、最初のグループに加わり、8月18日に、オホーツクを出発した。世紀のイルクツクの史上全 達造、義兵の三人は、ヤクーツクを経由して、完成8年1月24日に、イルクーツクに到着した。ここで三人の世話をしたのは、日本語通訳のところ、コフと伊勢出身の日本人新造であった。新造は、天明三年7月20日に、大黒や高太夫と共に、ロシアに漂着した、漂流民で、熱病に倒れた際に、正教の洗礼を受けて、 ロシアに帰化し、後に、当地で日本語学校の教師の職に就いていた。三人は、心臓の自宅に引き取られ、そこで心臓と同じ船に乗り組んでいた肖像とも、出会ったが、肖像は、当初で片足を失っていて、自身の不自由な体と暴聴の念から泣き言ばかり、言っていたために、心臓からは疎まれていた。こうして、心臓の家で、 日本人6人が一緒に暮らすことになったが、全6が一行の中で、ひらがなだけでなく漢字の読み書きができ、頭の回転が早いことを知った心臓とところコフは、全6に帰化を進めるようになった。特に心臓は、全6のことを熱心に説得し、シベリアの豪商である、スティパン・キセリョフに、全6をし、キセリョフも、全6に帰化するように進め、 自分が名付け親になることにも同意した。三人が熱心に説得を続けた結果、全六は、帰化を決意し、3月頃に洗礼を受けて、ピョートル・ステパノビッチ・キセリョフと名を改めた。洗礼を受けた、全六はすぐに達造と義兵の二人に対しても、洗礼を受けるように説得した。説得の結果、達造も、洗礼を受けて、名前を、 アンドレアレクサンドロビッチ・コンドラトフと名を改めたが、前週の信徒で、帰国を強く望んでいた、義兵だけは洗礼を拒否した。このことがきっかけで、前六、達造と義兵の中は険悪となり、心臓の再婚をきっかけに家を出ることになった時には、前六、達造のグループと、義兵、肖像のグループに分かれて住むことになった。なお、肖像はこの年の夏に病死するが、 その葬儀は、義兵一人がすべてを取り仕切り、全六や心臓は姿を現さなかった。五月頃、全六は、役所を通じて、後発の面々がおほうつくを出発したことを知った。すぐに、全六は、親しい八三郎と、民之助宛に手紙を書き、それをおほうつくに行く人に託した。しかし、この手紙は、役うつくとオホーツの間で二番目に出発した人の、 手に渡され、八三郎と民之助には届かなかった。五人は手紙の送り主が、前六と達造のみののが気にかかり、手紙を開封した。手紙には、我々、ここの寄車両夫という人を父親と頼み、この国の人別となった。ゆくゆく波及、銀三四百枚も取ることができるということだから、喜ぶがいい、北編、炭治と記されており、また手紙には、 義兵のことに全く触れられていないことを5人は不審に思った。5人が事情を知るのは11月にイルクーツクに着いてからで、義兵から事情を聞いた5人は、全六と達造を避け、義兵と同居するようになった。12月には、津田ゆや吉郎寺ら6人も到着し、6人も全六と達造を避けて、義兵の家に住んだ。しかし、しばらくして、全六と達造は、 八三郎と民之助をこっそり呼び出して説得し、八三郎はセミオン・ゴロビッチ、キセリョフ、民之助はミハイル・ジェラロフという先例名が与えられ、全六と達造の家に住んだ。こうして、若宮丸漂流民の生き残り14名は、全六ら4人のグループと津田優ら10人のグループに分かれることになった。帰化して日本語教師となった、全六たちのグループには、 ロシア政府から給料が支払われ、裕福な暮らしをした反面、津田優たちのグループには最低限の生活費しか支給されず、大工、漁網作り、漁師の手伝いなどの肉体労働をしたり、自家製のパンや麦が原料のドブロクを売るなどして、なんとか生活費を稼いでいた。この生活環境の差から、二つのグループは激しく対立するようになったが、 役所と漂流民の間を取り持ってくれる心臓とは、両グループとも親しく交流した。なお、完成11年2月28日に、吉郎次がイルクーツクで病死した。今日は3年3月6日、若宮丸漂流民13人全員が役所に召集された。そこで役人から皇帝の命令書が届いたので、明日、皇帝の使いとともに、 ペテルブルクに向けて出発するように通達された。この命令を聞いた若宮丸漂流民たちは、世話になった人たちに挨拶を済ませ、急いで旅自宅をした後、翌3月7日、馬車7台に分乗し、イルクーツクを出発した。なお、この旅には心臓も付き添いとして同行した。しかし翌日の3月8日、イルクーツクから 200km ほど行った場所で、 左太夫と製造の二人が乗り物酔いのために脱落した。二人は回復次第別便で追求することになり、一行は再びペテルブルクに向けて出発した。馬車は昼夜を問わず走り続け、追三十に 130km から 140km 走った。一行はクラスノヤルスク、トムスク、エカテリンブルクを過ぎ、ペルミに着いた。しかし、 この町で銀三郎がはしかのような病気にかかってしまい、病状の悪化からとても旅を続けられる状態ではなくなったため銀三郎はペルミの病院に入院し一行は先を急ぐことになった。一行はこの後火山モスクワを経由し4月27日にペテルブルクに到着した。一行はペテルブルクでは商務大臣ルミアンチェフ公爵邸の2階に滞在し、 皇帝への越見を前に、島、樹脂の着物投をした提屋に頼んで用意した。そして5月16日、10人は皇帝アレクサンドル一世に越見し、10人の内帰国を希望した津田優、義兵、左平、大野重郎の4人の帰国が許された。この後、帰国組4人と心臓は、他の漂流民たちとは別にされ、 連日ペテルブルクの市内見物に出かけるようになり、この間に、全六は、ニコライ・レザノフと出会っている。そして、全六は、レザノフの通訳に任命され、レザノフの日本行きに同行することになった。津田優一行の公開図19世紀の、クロンシュタット港19世紀の抜く暇島6月12日、帰国組4人と、全六、新臓は、ペテルブルクを出発し、 クロンシュタット港に向かった。クロンシュタット港にはクルーゼンシテルンを船長とするナジェジダ号と両船ネワ号が停泊しており、全6はレザノフや帰国組4人と共にナジェジダ号に乗船した。6月16日朝10時に心臓が見送る中、船団はクロンシュタット港を出港した。クロンシュタットから日程の航海で船団はコペンハーゲンに入港し、 ここで40日程投入した後、船団はコッペンハーゲンを出港した。それから数日後、船団がドーバー海峡を航海中に、イギリスの軍艦から砲撃を受ける事件が発生した。これは、イギリス軍艦が船団をフランス船と勘違いしたために起こった事件で、間違いに気づいたイギリス側は士官をナジェシダ号に派遣して謝罪し、酒を送っている。この時、 レザノフはイギリス軍艦に移乗してロンドンに向かったため、戦団はファルマス港で一週間ほどレザノフを待ち、レザノフと合流後にファルマスを出港した。この頃からレザノフとクルーゼンシュテルンの対立は激しくなり、全六はレザノフ側と認識され、船員から邪剣に扱われるようになった。9月5日に戦団はカナリア諸島、 テネリフェ島のサンタクルス港に入港し、ここで一週間滞在して、水や果物を買い込んだ。10月初めに、船団は赤道を通過した後、11月8日に、ブラジルのサンタカタリーナ州、フロリアノーポリス港に入港し、70日余り滞在した。ここでも一行は大量の食料を買い込み、中にはペットとして動物を買い、船に持ち込むものも現れた。 そのような中、レザノフの随員の一人が、オナガザルを買ったが、ほどなく、世話をしなくなったために、全六が代わりにこの猿の面倒を見るようになった。全六は、この時期、儀兵らとのいさかいが絶えず、船の中でも孤独であったためにこの猿をお得に、可愛がっていたのだが、ある日この猿が、他の船員に噛みつき、驚いた船員が猿を甲板に叩きつけて、殺してしまい、 全6はさらに塞ぎ込むようになった。船団は南米最南端のホーン岬を目指してフロリアノーポリスを出港し、笛語島の沖合を通過した。船団はマゼラン海峡を避けてホーン岬を回ろうとしたが、風が強くて岬を回れず南極圏近くまで流されたものの、1ヶ月ほどで太平洋に出ることができた。この間、船内では、 レザノフとクルーゼンシュテルンの対立や全六と帰国組の対立はさらに激しくなり特に全六と義兵は船内で顔を合わせるたびに喧嘩となり最年長のツタユや全六と年の近い王の重郎が仲裁に入っても喧嘩が止むことはなかった今日は4年の3月初め頃に船団はマルケサス諸島の抜く日場島に到着したこの島にはジョセフカプリという フランス人とロバーツというイギリス人が暮らしており、この二人を仲介して、島民と物々交換を行い食料を入手した。戦乱は5月頃まで滞在し、ジョセフとロバーツは出発の前夜、ナジェシダ号に乗り込んで別れを告げに来た。この時、ロバーツは夜のうちに下船して島に戻ったが、ジョセフは船に泊まって寝てしまい、 翌朝目を覚ました時には遥か沖合を航行中であったためこのまま一行に加わることになった。船団は再び赤道を越えマルケサスから20日ほどでハワイ諸島に着いた。しかしハワイではわずかな食料しか交換できなかったため交換を終えると船団はすぐに出発した。ナジェシダ号はここで カリフォルニアに向かう両線でバ号と別れを告げ、単独で航海を続けた後、7月3日にカムチャツカ半島のペトロパブロフスクに到着した。ペトロパブロフスク到着後、レザノフはすぐにクルーゼンシュテルンのことをカムチャツカの総司令官に訴えた。レザノフの強い希望により、一時は裁判沙汰に発展しそうになったが、クルーゼンシュテルンがレザノフに謝罪したことで、両者は和解した。 和解後、レザノフとクルーゼンシュテルンは、話し合いの場を持ったのだが、この時クルーゼンシュテルンが、全6が船に乗っていることで、日本人同士が対立し、船内の空気を悪くしていると強く主張した。そのため、全6はここで下船することが決まり、ペトルパブルフスクで、レザノフの帰りを待つことになった。そして8月18日、ナジェシダ号は、長崎に向けて出航した。 なお、この日の前日に、全六は、津田優たちの家を訪問し、ナジェシダ号出港時も岸壁に立って、津田優たちを見送った。全六はこの世界一周の間、レザノフに日本語を教える傍ら、共同で、露日辞典を作成していた。その辞典には、色ウタや数字の一覧を、はじめ様々な言葉が収録され、このうちの一冊は、現在も、 ペテルブルクの研究所に保管されている。日本語の訳語の中には、仙台弁や江戸時代後期の音音で記してある。言葉もあるため、当時の日本語がわかる貴重な資料となっている。ペトロパブルフスクに上陸するクルーゼンシュテルン一行文化元年9月中旬、ペトロパブルフスク滞在中の全6の元に6人の漂流民が送られてくる。6人は7月18日に、 シマ列島のバラムシル島に漂着した喜び小丸漂流民たちで全6は6人を港で出迎えた後次エモンと岸上の2人を家に引き取った全6は通訳を引き受けたり他の家に暮らす4人の様子を見に行くなどして滞在中の喜び小丸漂流民たちを世話したそして当時のペトロパブロフスクでは日本とロシアの国交が もうすぐ樹立されるという見方が大半であったため、全六は国交が樹立されれば日本に帰れるだろうと漂流民たちを励ました。しかし、翌文化2年5月に帰ってきたレザノフたちから日本との通商交渉決裂を知り、喜び小丸漂流民へのロシア政府の対応も一変する。全六はこの時期自暴自棄となり、日本のことを悪く言うようになった。 それと同時に、全六は、喜び小丸漂流民たちに対し、帰化して、他の漂流民たちもいるイルクーツクに行くことを、進め始めたが、喜び小丸漂流民たちは、千島列島沿いに南下して、日本に帰ることを考えていた。ある日、喜び小丸漂流民たちは脱走して、日本に帰国することを、全六に伝えた。全六は無謀だとして反対し、 改めてイルクーツク行きを進めたが、喜び小丸漂流民たちの帰国の意思は固く、全六は説得を諦めた。それ以降の全六は、船や食料の調達に当たったり、役所に根回しをするなどして、喜び小丸漂流民の帰国のために協力を惜しまなかった。6月中旬、先導の次江門が風向きの変化を感じ取り、 喜び小丸漂流民たちは帰国することを決意した。そしてこの日の夜、挨拶回りを済ませた喜び小丸漂流民たちは浜辺に向かった。浜辺には小舟が用意され、全六が喜び小丸漂流民たちを見送った。全六は別れ際、なかなか日本まで帰国するのは難しいと言い、お互いに別れを告げた。全六は、 翌年の春までペトルパブルフスクに滞在し、その後イルクーツクに帰った。イルクーツクで、全六は、アンガラ川の河口の近くの家に住み、同線20貫分が与えられるようになった。文化9年1月には、全六のもとに、エトロフ島で捕虜になった、中川五郎子が送られてくる。五郎子は2月までイルクーツクの全六の家に滞在するが、復活祭の祭りの時に教会に行こうと、 全六が誘った時も、ガンとして拒否するなど、五郎氏は、ロシア人や全六に、決して心を開かなかった。五郎人事件も、三省文化10年夏、ディアナ号館長、ピョートル・リコルドからの要請により、全六は、県費施設に通訳として同行することになった。今回の県費施設の目的は、6月に、ロシア側が、高田や貨幣を解放した際、日本側が、 バーシリー・コローニン釈放の条件として、文化ロハダに対する公式謝罪文を用意することを提示したため、日本まで謝罪文を届けに行くことであった。8月11日、全6夜文化8年に、ロシアに漂着した急増を乗せたティアナ号は、オホーツクを出港した。20日後には、北海道を肉眼で確認できる位置まで南下し、9月10日に、内浦湾に接近した。 しかし、ここで、暴風雨に遭遇し、リコルドは、一旦、ハワイ諸島に避難することも検討したが、暴風雨が収まったため、9月22日に、えともに入港した。船が接岸すると、水先案内を命じられた。日本の船がやってきたため、リコルドは、水の補給を依頼する手紙を書き、これを、全録が日本語に翻訳した。日本側はこれを了承し、ディアナ号に、 水と食料を分け与えた。9月26日に、ディアナ号は、エトモを出発し、翌9月27日夜に、函館に到着した。入港直後には、高田や貨幣が小舟に乗って、ディアナ号を訪問し、リコルドとの再会を喜び合った。9月29日朝、貨幣が再び、ディアナ号を訪問した時、リコルドは、オホーツク長官の謝罪文を手渡した。 この謝罪文は、全六によって翻訳され、ロシア側の非を認めて、五郎人の釈放を懇願するとともに、日本との通商関係を望む内容になっていた。そして最後には、この書物、お宝津賀の港場所の大役人のロシア案の言葉、日本の字にて、書、通字をいたし十一年、おろし屋、にて役を務め、私日本の人の子供なり、通字の役人キセロ、不書、 ひょうひょう満州と記された。そして、10月1日正午、リコルドと2人の士官、10人の水兵と共に、全六は20年ぶりに、日本の土を踏んだ。全六は、会見場に入り、リコルドの最初の挨拶を翻訳したが、以後の通訳は、日本側の通じ、村上帝介が行ったため、全六は、この会談で、ほとんど活躍することができなかった。 この会談の後、全6話10月5日に、ご老人と面会した時と、10月7日に、ご老人が引き渡された時にリコルドの付き添いとして、上陸しているが、日本との通商交渉は、今回も決裂した。そのためディアナ号はロシアに戻ることとなり、10月10日に、函館を出港した。なお、出港の前日には、ディアナ号は、満貫職を施し、 それを一目見ようと日本の見物客がディアナ号に押し寄せた。見物客は甲板に立水の余地がなくなるほどの数で、中にはロシアの水兵と共に荷物の積み込み作業を手伝う者もいた。ディアナ号は11月3日にペトルパブルフスクに帰着した。その後の消息がはっきりしている全6以外の若宮丸漂流民は銀三郎、文次郎、星蔵、井之助、 達造の5人であり、そのうち達造以外の4人は文化9年にご老児とも出会っている。5人は文化9年の時点で全員5巻分の年金が与えられ、製造と井之助はアンガラ川とバイカル湖を行き来する船乗りとなり、1往復1巻分前後を稼ぎ、文じ郎は路米会社の事務所で働いて50巻分の給料をもらっていた。達造はイルクーツクを離れ、 トムスクの馬車駅で働き、それ相応の給料を稼いでいた。しかし銀三郎は寝たきりとなり、仕事をしていなかった。全六は、函館から再びイルクーツクに帰り、施設に同行した功績から1814年7月14日付で、給料が倍になった。なお、文化10年11月に、演習どで難破し、カリフォルニア沖でイギリス戦に助けられた。 小栗中吉ら正しのり丸氷流民の生き残り三人は、帰国の途中で、ペトロパブロフスクに立ち寄った際に、役人から全六のことを聞いている。三人の帰国後の長所である、戦長日記にも、仙台の全六というもの、今はこの行くうつかにて、カピタンの娘を妻にして、日本通じになりて降りたるとぞ、戦長日記と記されている。全六はこの後の文化十三年頃に、 イルクーツクで死んだと見られている。1928年7月12日、ディミトリー・キセリョフという領事が、函館のソ連領事館に着任した。東京日日新聞に、104年ぶりに、串木岐阜、文化年間に、ロシアへ定住した法人の彦が領事で、来朝と報じられ、キセリョフ領事は、インタビューの中で、自分の先祖は、函館の人であり、 箱館に行ったら、当時の歴史を調べ、親戚の人にも会ってみたいと述べているが、近年の調査の結果、全六とは関係ないことが判明している。など、ただしグレートブリテン島やハワイについては、上陸していないため、最初に、グレートブリテン島に上陸した日本人は、天保三年のおとちら、宝純丸漂流民三名、ハワイに上陸した日本人は、 文化三年の平原義松ら稲若丸漂流民8名である。しかし両地域ともそれ以前に訪れた日本人がいるという遺説もある。ありがとうございます。